実際にこのようにドラムを打ちながらですね、キック、スネア、ハイハットの打ち方なんかを学習してきましたが、これに対してもっと生っぽいドラムを打ち込みたいという時に重宝するドラマートラックを解説していきたいと思います。ドラマートラックの追加方法はですね、通常トラックと一緒です。このプラスボタンからこの右のドラマを選択します。作成をしてしまいますね。こういった形となります。もうすでにパターンが打ち込まさっています。で、実際上のパターンになってしまうとちょっと被ってしまいますんで、こちらミュートにしておきましょう。トラックのですね、この M 部分をクリックすることで、このトラックを鳴らさないという設定ができます。ですので、ここは今ミュートになり、下のドラマーとかつギターが鳴るといった形となります。これで再生してみますね。もうすでにですね、こんな感じでパターンが入っている状態となります。ここで一つ注意点があります。ドラマートラックはですね、1曲につき1トラックとなっています。ですので、1つある場合はこのように作ることができませんので、ご注意ください。それでは実際このドラマートラック解説に入っていきたいと思います。少し縮小して全体をこのように見てみますと、こんな感じでリージョンが配置されています。で、このパターン、今自動演奏されていましたけども、その内容をですね、この部分から決めることができるといった形です。まずここからですね、ジャンルを決めます。クリックをして、ロック、オルタナとか、R&B ありますよね。そうですね、今はじゃあオルタナティブ行ってみましょうか。これを選択します。次ですね、オルタナティブの中でもですね、プレイヤーを選ぶことができます。このプレイヤーによってもですね、フレーズが変わりますので注意してください。今はですね、一番左上、クリックしてみましょう。そうするとですね、今プレイヤーを変えると今までの設定全部変わるけどいいかというものですね。これを変更をしてください。こんな形になります。これでですね、今このリージョンの内容も変わりました。早速聞いてみましょう。かなりシンプルなビートになっていますね。このマトリックスのですね、ポイントをドラッグしてどのようなパターンにするかというものを決めます。ここ見ていただくと音量大、音量小と書いてます。ですので、これを上に上げれば上げるほど音量が大きなドラムになると。前回やったベロシティなんかにも通じますよね。割と思いっきり叩いてる感じ。そしてニュアンスをこのように小にすると、かなり優しく叩いている感じになります。そして左右なんですけども、左に行けば行くほど簡単なパターン、手数が少ないということになりますね。こういった形、右に行けば行くほど手数が多くなり複雑になると、細かい感じ。こういった編集が行えます。ここでですね、好みの感じをループ再生しながらですね、聞いていくと非常に楽しく作れるかなと思うんですけども、ここで一つテクニックをお伝えしたいと思います。この上のですね、ツールからハサミツール、これを選択してですね、このリージョンをクリックで切ることができると。例えば今こう2つに分割したんですけども、最初のパターンはそうですね、音量弱めのちょっとシンプル。次のパターンはですね、音量もかなり高くて複雑なパターン、手数が多いパターンと。このようにして聞いてみると、A メロは少し小さめで、そしてサビは大きく。ここがサビだとしたら、このように個別に処理できるところがポイントとなっています。そして今割とこの元気な感じ良かったので、前半もですね同じ感じにしてみましょう。こういう風にします。もしくはですね、切ったものをシフト複数選んで、ここからですね、さっきと逆です、接着ツールというものでクリックすると、こんな形でですね、元々の状態に戻すこともできます。こうやるとですね、変更が一斉に適用されることになりますね。これがドラマーの基本的な使い方、非常に簡単なんですけども、もう少し奥深い機能もあります。これを次回の動画で解説したいと思います。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 PC の方はスリープリークスのロゴをクリック、スマートフォン、タブレットの方は動画の下チャンネル登録をタップしてください。